赤砲隊は、江戸時代後期の幕末に結成された、総盲隊で、王政復古により、官軍となった長州藩、薩摩藩を中心とする新政府の東山道陳部、総督指揮下の一部隊である。本説と次説において、日付は旧暦を用いる。薩摩藩の西郷隆盛や、公家の岩倉と美の支援を得て、 慶応4年1月8日に、大見国松尾山の金剛臨時において結成される。隊長は、相良総造で、公家の綾野浩二春美、茂の意木にひさを名手として擁立する。隊の名前は、赤心をもって国音に報いるから付けられた。一番隊、二番隊、三番隊で構成されていた。相良総像は、薩摩藩邸の老子隊の総裁として、 下野家や相模、江戸市内において、旧幕府軍に対する、挑発的行為として、工作活動などを行い、これが、母親戦争の最初の戦いであるとば、伏見の戦いのきっかけにもなった。赤包隊は新政府の許可を得て、東山道軍の先方として、各地で、年貢半減を宣伝しながら、夜直し、一揆などで、旧幕府に対して反発する民衆の支持を得た。 しかし、新政府は、官軍の誤印を出さず、文書で証拠を残さないようにした。そして、新政府は、財政的に、年貢半減の実現は困難であるとして、密かに取り消し、年貢半減は、相良らが勝手に触れ回ったことであるとして、区下の高松三村を名手としていた、高松隊と共に、偽官軍の落印を押した。一番隊は、 品濃国へ進むと2月6日には、中仙道と甲州街道の分岐点である、下諏訪塾を拠点とし、薄い峠を占拠して、北陸夕飯と江戸の連絡を遮断することを計画したが、東山道軍は、品濃各藩に赤包帯捕獲の命令を下し、2月17日には、追分宿で、小諸藩などに襲撃され惨敗。3月3日、下諏訪塾の外れで、 相良や渋谷総治ら8名が処刑された。また、高松隊を主導した伊豆出身の小沢一仙も、甲府近郊の山崎形場で処刑された。また年貢半減を沿道の農民に布告した赤包隊北新分献隊の桜井詰五郎ら3名も3月5日に、追分宿で処刑された。しかし、赤包隊に加わっていた区下は処刑の対象から除外された。 なお、鈴木三木三郎が率いる二番隊は新政府に従い、京都へ戻り、後の徴兵七番隊に編入され、三番隊は各地域での略奪行為が多く、桑名近辺で多くの大使が処刑された。また、赤砲隊には、甲斐の国上黒駒村の幕と、黒駒活動も加入している。活動は上、 黒駒村を拠点に敵対する会の幕都や駿河の清水次郎長との交渉を繰り広げていたが、慶応元年には、会の国において、大規模な幕都取り締まりが実施され、活動は会を逃れている。その後、活動は、名友関係にあった、岐阜の水野野太郎のもとへ身を寄せ、野太郎を介して慶応4年正月に、小宮山活動の変名を用いて、赤砲隊に加盟する。 相良ラ創造の処刑、水野八太郎の捕獲により赤包隊が解散となると、活造は上京し、京都で、四条高唄の長兵七番隊に入隊し、母親戦争に参加しているが、明治4年10月14日に新政府から第一、遊撃隊脱退の権威で捕獲され、処刑されている。活造は、尊皇家でもあった上、黒駒村の檜木峰神社神主無刀劇、 当田親子の私塾に学んでおり、活動が、赤包帯や官軍に加わった背景には無党、親子からの思想的影響が考えられている。先駆け塚明治3年、稲県大三次となった元赤包帯院、落合直明によって、兵部省に、憲筆の探願書が提出され、処刑場後に、先駆け塚が建てられた。相良の孫である、木村亀太郎は、 石砲隊の関係者と共に名誉回復に奔走した。その結果、1928年、佐良創造に、聖五位、渋谷創治に、地五位の異階が追贈され、全員ではないが、名誉回復は果たされた。第二次世界大戦後、下諏訪では、石砲隊を検証する相良会が結成された。こんなを、先駆け塚では、毎年4月3日に遺族を招いて、 さがら祭りを行い、供養している。また、2008年4月には、岐阜県不和郡樽井町岩での聖画記念館の駐車場に、住民の手による赤包帯の検証費が、混流されている。同じ、偽官軍と称された、高松隊の小沢一線は祀られないまま名誉も、回復されずに今に至っている。官軍の捨て駒にされた悲劇の主人公として、扱われてきた。 赤砲隊だが、必ずしも、正義の軍であったとは言えない一面があった。慶応3年10月、倒幕の密直を根拠として、西国と東国で同時拒兵する構想が練られていた。相良たちは、関東3カ所で拒兵する計画を立てていたが、その後、大政奉還が実現したことにより密直は取り消されている。薩摩藩は、江戸薩摩藩邸宛に、 関東での格乱工作の停止を指示し、大政奉還の翌日にも、鎮静するように念を押している。それにもかかわらず、相良たちは、指示を、ことごとく無視してで、流山事件と、荻野の山中陣や襲撃を起こし、いずれも鎮圧されている。相良たちの軍資金は合商を襲って得たものであった。相良たちの挙兵は、急爆不田を刺激し、省内藩と、 旧幕府軍による江戸薩摩判定の焼き打ち事件に発展している。江戸を脱出した、佐良たちは、大海の金剛臨時で、赤方隊を結成し、赤方隊は、東海道先方総督府の指揮下に入り、桑名への進軍を指令されたが、ここでも佐良は独断で、東山道に進んで、ご一心と、旧幕府領の当年分、前年未納分の年貢半減を布告している。 年貢半減の布告は、朝廷の了解を得ていたが、後に撤回されている。赤包隊一番隊は、東山道沈武総督府への所属外を希望し、2月上旬には、薩摩藩兵の付属になるよう指示を受けていた。しかしながら、相良は、指示に従わず独立行動を続行し、薄い峠を目標に進軍する。 サガラたち赤包隊の度重なる独立行動や独断選考を危惧した新政府は赤包隊に帰還を命じたがサガラたちは命令に従わなかったこれによりサガラたち赤包隊は官軍の名を利用して沿道から勝手に禁国を徴収し略奪行為を行う偽官軍とみなされることになる東山道軍は赤包隊捕獲命令を 新州諸藩に通達し、かねてより赤砲隊の振る舞いに反感を抱いていた、小室藩など近隣諸藩が連合を組んで、赤砲隊を攻撃した。この時相良は、今まで無視してきた東山道総督府からの召喚に、ようやく応じて、大を留守にしていた。出頭した相良は、東山道軍所属を正式に認められたものの、小室藩から、 赤包帯による勝手な金策や暴行行為を通報されたことにより、ついに処刑された。戦後のテロ組織のいくつかに、幕末の赤包帯にあやかり、赤包帯を名乗る団体が存在した。1987年1月24日には、赤包帯を名乗る団体が、朝日新聞社阪神支局などを襲撃した。黒駒、活動隊、清水次郎長。 P26ABCDEF ビジュアル幕末一新、日本の夜明けを目指した激動の時代を追う学研 P76 から77ありがとうございます